レーゲンスブルクレギオネーレ、独名、レーゲンスブルクリーゲネア、バックビンダーリーゲネア、レーゲンスブルクとも。1987年は、ドイツの野球トップリーグ、野球ブンデスリーガ南地区チックに所属する、プロ野球チーム。本拠地は、バイエルン州レーゲンスブルクのアーミンウルフアレーナ。1987年、地元のレンタカー会社であるバックビンダー、オートバーマチューングを、 メインスポンサーとして発足。2007年から4年連続で、ブンデスリーガのファイナルに進出し、2008年と2010年には、国内チャンピオンにも輝いた。1部リーグ南地区に所属する一軍を筆頭に、2部リーグ所属のサテライトやソフトボールチームなど、合計で11チームを参加に保有。所属選手の総数は100人を超え、北地区所属のマインツアスレチックスと並ぶ。 国内屈指の大型クラブとして知られる。近年はクラブの財政安定化のため、サポーター向けにクラブ株式を公開しているアーミンウルフアレーナを使用。ドイツ国内はもちろんヨーロッパ全土でも屈指の設備を誇るスタジアムとして知られ、2009年にはアイブフワールドカップの一時グループ会場としても使用された。ありがとうございます。